どうも、エルザです。それではバイオハザードアリツやっていきましょう。ですね、収録中にミスしてしまったんで、こっからやっていきたいなと思います。まあ、エレベーター降りてきて通路を抜けてきたという感じですね。いやーねー、やっぱリアルでするとこうなるよねライブ配信はもうこれはつきものだ、やろう。さあね、途中まではね、新鮮な気持ちでやっていこうかなと。さあ、ラバウアーが、あ、いや、行こう行こう、一発撃てば十分だね。今回はイナバウアーが見れないさっき見れたんだけどね。はい、さっきに降りる。こう、絶対これ後ろいるよね。何もない、ここも何もない。マジか。おお、いつの間に。おおおおおお、どっちどっち、ほんとだよっ。イナバウアーを、よし、あ、行ったね行ったね。意外といいぞシェリー。よしよし、そのひざ当たらないさあさあ逃げろ逃げろ。いいねチームだね。そんな悠長なことは言ってられないが、さあさあさあ、なんか。シェリーより先に行くっていう。大丈夫かな。でシェリーがね、実は前にいると撃てないっていうね。頑張って、あともう少しよ。なんか上すげえことになってるな。あれこれか。預ける預ける。これ使えるのか。弾が何か知らないかな。この間まさか時間過ぎてないよね。列車があるね、すごいな。次回用列車ってこと。さあこれはん、ジョイントプラグ。ほう、列車を動かさないと。あなたはここにいていい。わかった。ここで待ってるね。いい子ね。気をつけて。大丈夫よ。いやー、ギリシー。アイテムが落ちてる感じはそんなしないよね。おお、ってことはボス戦ですんな。わざとらしくこれがあるもんな。さあ使う。なんとか動いたみたい。よし、これでいけそうね。クレア。レオン、あなたなの。ああ、だがここはもう持たない。クレア、今すぐ脱出しろ。いいな。脱出路は見つけたわ。きっとなんとかなると思う。あなたはどこ。クレア、聞こえるか。レオ、よく聞こえない。俺に構うな、早く脱出しろ。レオ、レオ、もう何なの。
いや、全くだよ。全く何なのか分かんないけど、僕はそれよりこのミニガンが一番気になる。来ちゃいましたねいやすげーラスボス感的な音楽がしつこいやつは嫌われるし、やばいやばい、しかも全然ひるまないな。え、しかも、おー、何がしたいんじゃい。おっ、よしよし、さあほいほい、やべっ煽ってる場合じゃなかった。いやあ、おー、やっぱいいね。あと180、やばいね、逃げます。これ落ちてくんのかな。やばい、足りるかな。足りててほしいよね。うさあ、さあ、うん、もうちょいっぽいけどな。もうちょいだけど、あと26発しかないのに、もうちょいだな。とりあえず逃げて、使おう、なんか最後っぽいしな。おお、いい当たり。あ、切れた。なると、マグナム、よし。ここを出たら何がしたい？クレアの家に行きたい。いいよ。シャワーも浴びたいしね。だね。やだ、匂う？本当だ。クレア。レオン。
して。大丈夫だって言ったろ。そうね。はい、ということでバイオハザード RE2 クリア編クリアですね。いやー、バイオハザード初クリア。じゃあ僕バイオハザードシリーズ今回初めてなんで、いやー、クリアなんとかできましたね。で、ですね、まあちょっとこれだとあまりにも短いのでスキップするんですが、はい、ということで、これでいろいろ調べてて、どうなるかって、やっぱ B か。まあリザルト出て評価に対して相手もらえるみたいなの調べてたら、ですね、多分これから新しいモードが解放されるんですよ。コスチュームが増えましたね。フィギュア、フィギュアスケートに見えてしまって仕方ない。で、ニューゲームセカンドっていうのをやって、今、概要見てなかった。セカンドシナリオを最初から始めます。コスチュームを変更します。一応買い入れる。全然。これあれかな、こういう風に変わるってことね。まあ、そのままで。で、この、まあ、裏っていうシリーズらしいんですけど、これクリアすると、最後の方で、ラスボスが変わるようなので、で、レオンとか最後助かりましたけどね、若干エンディングも違うらしいんで、これをちょっと今からやっていこうかなと思います。まあ、ちょっと時間もある程度過ぎてしまってるんで、ちょっとね、レオン編をやろうかなと。さすがにね、ハード。ハードコアってよくよく考えたらこれって昔のシリーズなんだよね。アシスト。体力が一定以上に自動回復します。敵の強さが少し下がります。スタンダーで。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ねえ、レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。クレア、大丈夫か？ええ、大丈夫よ。あなたは？ダメだ、ここは危険だ。さあ、だいぶムービーがカットされてたね。しかもなんか銃がさ、ちょっと不思議な感じだったね。ねえ、そうだね、レオン編をやっていこうかなと思うんだけど、クレア編で G ウイルスの話が出てて、結果あれ、ネズミがばらまいてるんで、多分ウイルス自体は止めれないんじゃないかな。だからシリーズがどんどん出てるんだと思うんだけど、この格好かっけえな。マチルダ。マチルダさんやね。9ミリ12発装填。これ。これ結構強めなんじゃないか、もしかして。いや、ムービー早かったね。いやー、マップ。で、難易度的にはちょっと跳ね上がるというか、難易度がちょっと上がるみたいです。自動的に、裏は。
なんかあるね。マジか。早速落ちてきたよ。回復も多分制限入るんだろうな、その調子だと。もったいねえ。弾がもったいねえよ。ファインダンガ、この人ダンガか。あとどこあるね。絶対てめえ動くだろ。グリーンハーブ、あー動くな。私たちいつもこんな感じね。大丈夫か、あのヘリコプターが急に現れて。ええ、平気よ。鍵はないよな。ええ、ないわ。でも会えてよかった。そっちはどう？なんとかやってる。とんだ夜ね。ああ、君の兄さんは？それなんだけど。以上追い込むわけ。レオン、早く逃げて。俺はいいから、安全な場所へ行くんだ。ダメよ、フェンスが持たない。早く行って。生き延びよう、絶対に。展開早いけどもゾンビも近い。よし、あ、うわ、おお、先輩、よし。いやビビるわ、あの距離いかんやろ、いくらなんでも。いや地形展開早いね、それにしてもね。庭園の鍵。おお、RPD。ということは、出社予定のね。で、ね、ちょっと調べてて、びっくりした話があるんだけど、こんな形で袖を通すとは。レオンに関してなんですけど、なんだったかな、ま、前の作品っていうかと、言い方がちょっと悪いんだけど、プレイステーションの時、初めてこれが出た時の話で言うと、すごいイケメン風な感じで来てますが、実際、レオンが遅れてきた理由っていうのが、前の日に、たらふく酒飲んで二日酔いで遅れたという。おお、お前それあかんって。まったく。いやーってなると、これで戻るか。まあどっちみち、いやもっとまともな使い方はしたかったけどね。はい、避ける。で、これでここが開くってことだよね。よし、なんでだいぶね、このゲームは美化された。想像してた初日と違うね。絶対やばいやつ。ここは特にアイテム、ちょっと待った、アイテムないけどさ、通れるようになってる。非常階段で上にも行けると。ああ懐かしいね、
窓があるのが懐かしい。ショットガンあるの？マジで？これは出ると？ああ、セーブポイントかな？ああ、そんな感じだね。電子部品。なんだろう？アイテムの配置とか全然違うのかな？もしかして。ちょっと待った。マグナムとか、弾出すぎ。いやーやべえな、やべえぐらい弾出るな。預ける、預け、いや使うよね、使うよねそれね。でこっちはこれは、これ直していいよね。いやヒューズちょっと早くどうにかしたいね。玉がないね。こっちもない。ああ、この玉がないやつは一旦直すか。マグナム、マグナム、マグナム。何回言うんだよ。さあ、クリア編は一旦このまま残して。あ、そうそう。で、二日酔いの話で言うと、さらに深く言うと、その、やけ酒してた理由が、彼女に振られたか、ナンパして、失敗したかな、どっちかだったね。もうこれ以上話すとね、レオンの印象が悪くなんで、やめとこうかなと。こっち隣行った、こっちだね。なんか、下に降りろと言わんばかりでね。もうちょっと展開早いよね。なんだここ。え？開かない。ああ、じゃあ反対側か。ってことは音楽が変わったってことは、あの中ゾンビいるんだね。いやー困るなー。そうね、まだこんなところゾンビ出てこないもんなー。あ、先輩。このやつ。よし、意外とこれ、いや、アイテムあった。神、嘘ってしょ。めっちゃ破れてんじゃん。使う。で、ちょっとね、で、今回、そのパスワードとかいろいろやってる時出たと思うんだけど、あれもね、なんかそのまま使えるものとかあるみたいなんで、うまいことアイテムは回収しよっかなとか、思いつつね。えい、どうせいないんでしょ。はいはい、救急。はい、スプレー、ゲッチュ。さあさあ、そんなね、1回目ね。同じ手はね、うぃー危なぁ。え？こっちは？絶対起きるよな。ほら。意外と、アイテムなしですか。アイテムなしだね。ってことは、出たら来る。問題は、こう。ここトイレ、何回トイレ入るんだよっていうね。戻ってしまったか。じゃあ、ぐるって回ろう。こっち行って、いや、進んでしまった。じゃあ、これじゃ意味がない。手洗い。ちょっと待ってね。多分ガンパウダー。
で、これ手に入れて、組み合わせると。出てきたね。出てきちゃったね。あ、手に入れて。ん？違う。こっち。あ、こっちか。いろいろ。あ、持ってたのね。組み合わせる。貼るものはない。で、ここアイテムがあるけど、とりあえず外して、開けて、あ、ここ一緒だね。いや、逆にクリアどうやって戻ったんだ。あ、先輩、先輩が来た。これ結構弾今のところ無駄できないね。ないない、あとないアイテム。なんかある感じがすごいしてるけど。このクソ野郎。よし。ここでもない。いやー、先輩。倒れ込むね。そしたらここになんかあんのかな。あった。取れない。ショットガンもう作ろう。仕方ない。で、こう行って、こう行って。お、開いてたんだね。そういうことか。このままだと取れない。いい、よし。ちょっとね、意外と、スタングレネードが使えるっていうのが分かったから。さあ、ここに。うおお、ね、使わされた。じゃあ、取り行こう。いやー、使わされたなー。もったいないなー。使わされた感がめっちゃあるなぁ。ということはセーブポイントはなし。いや意外とは、ちょっと待った、マービー、もうマービーそういう状態なの。破れてたのに、あー、ちぎれてたってわけね。ちょっとマービー、俺の知ってるクレアは倒していったはずなんだけどな。俺の知ってるクレアはね。やーばい、これ警官じゃないよ。警官ではないね。あれ俺、あれ見なかったら出なかったんじゃね、もしかして。多分また動かれると困るんだよな。むずいね、意外とそのゆらゆら横に。いやー、マジか。まだまだか、欲しがるね。そして上にもいるね。これ弾足りるか。いや、足りないね。うわー。単純に
なんだろう、あれが足りない。この照準が絞るのが遅い。よし、これで終わり。これが、これライオンだよね。いや全く見えんな。適当にいたら出てこない？さすがに何かの城っていうことはないと思うのよ。これなんか方法あるんだろうね。ん？いや、あの人はいいか。そしたら、こっちから行くか。いやー、マジ。散らかしやがって。アイテムボックスがないのは辛いね。いや、地図も欲しいけど地図もないし、そこは解けなかった。意外と1階の方からかな。タイラントだけには会いたくないな。あの追ってくる人ね、もう調べてる時に名前見てしまったんで。ハーブ血中。これ何だったっけ。これね、何だったっけ。なかなかよね、この辺りね。メモでもちょっと見るか。メモ。メモ。いや、これはないのか。違うやつか。違うやつっぽいね。ちょっとさ、それは探したときにやろう。開かない。ということは、1階からですな。アイテムが持てなかったときは、変えよう。さ、そろそろ、うん、おお元気やな。ここも通れない。なんか向こうから音楽が一瞬したような気がしたけど、一応回復しとくか。なんか声がするっちゃするんだよな。あ、やべえのいるねえ。え、マジで。待て。お前。マジか。もう出んの？やっべえ。やっべえな。鍵もねえしな、そもそも。
これで走ったらパーになるんだろうね。そこ締めたいね。ちなみに、ああ、まっすぐだね。これでゾンビ出てきたらたまったもんじゃないもんね。でもここは締めなくていい。こっちも大丈夫。おおおで、おっ、ん？ない。ここには、緊急事態用、マップ月中、で、上登れるか。ちょっと待った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 。別にそこにね、アイテム見えた。大事大事、弾大事。この状態で飛び越えるよりかは、使う。いやー、辛いよ。で、これがいらなくなるんだね。あー、これはこっちがするのね。CAD ね。組み合わせて。ハート、裏から開く、で、ぐるって回っていけるっていうことよね。あ、やっぱアイテム持ってるね。大事。いらない だろうからね、ちょっと。で、こういって回る。ここやね。やっぱアイテムあるね。あ、ショットガン。これ欲しいな。208。どうせ2と3なるんでしょ。激しいね。開け方激しいって。外すかーと、よし。103、あ、ないか。106と109だね。はい、一つ。意外と押せない。109。さあ、OK。まず2つでしか開かないしね。フィルム。そして弾。弾入れるところがない。そしたらどうしようかな。弾の方が大事だしね。208。2がないからね。ロッカー端末、予備キー探せと。こっちの。なんか見えたね。こんな持てんよ。マグナム強化薬ね。これはなんかした記憶あるな。なんだったっけ。多分ね、一緒のはずだと思うのよ。6、左6とかなんかそんな感じなんだけど、誰か覚えてる。どうだったかな。メモ帳書いてあるかな。一回探し行くか。
そうやね、なんか微妙。そうやね、書いてないね。これかな。ちょっとやってみますわ。1、2、3、4、5、6の多分2。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。開かない。これじゃないか。右やから。1、2、3、4、5、6。で、1、2の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。違う。パスワード変わってるのかな？ 6、2、11っていうね。やつだったと思ってたんだっけど、違うか。新人の初仕事。ファーストネーム。どうぞ、起きるんでしょう。MR?MRG。人の名前を覚えないっていうね。MRG。よし。で、こっちが D、E、EN。 いやー、逆やね。 EN と、さあ外れた。ロングマグチン、持ってない。ってことはマスが増える。マチルド、最初に持ってたやつ用か。くしくもそうか。ここ相変わらず鍵これでしょ。ぐるっ資料、まっすぐ行くしかないか。よし、むしむし。先輩無視。先輩は無視して次。意外とアイテムを持ったかないといけないというのは辛いね。これも一回置いといて、ここ直す。なんだろうね、ホラーゲームしてるっていうか、ほんと作業感が。マジで作業感が。いや、これは。フィルム置き忘れに注意。だいぶどこそこフィルムがあるけどね。これよりかこっちの方がまだいいか。これは持っとく。いやー、弾。取れるやつは取っていっとこっかね、アイテムね。結構このペースだと。なんだろう、取れるものは取っとかないと後々困りそうな展開になる気がするね。華麗にかわす感じはさ。 やっぱそうなるか。出待ちは闇、出待ちは闇、ほんと闇。よし、
よし、まったく。もうね、先輩無視していかんとね。でもな、結局組み合わせてもなーって感じ。弾が入ってた。で抜ける。でとりあえず取れるのがない状況だよね、こうなってくるとね。こっちの突き当たりも特にないし、うん。で上がって回る感じかだよね。あ、まだ、外す、外すじゃないかい。よし、入れ入れ。とりあえず預ける。いや、難易度高くない？でもね、まあ弾もなんか変に入るし、全然足りる気しないしナイフないしね。マジか、まあ、回復持っといて。この辺りもね、結構邪魔だしね、今のところね。とりあえずセーブして、さあ、ということで今回ここまでしましょう。ちょっと首元思いっきりやられてるけどね。いやー、なんか大体セーブするときこんな感じな気がする。ということで、そうですね、今回の公開収録もここまでとなります。まあ最後、クレアの最後と、まあレオンの最初をする感じになりましたけど、結構展開が早いんで、レオン編は短いんじゃないかな、もしかしたらね。まあちょっとそこら辺りは気にしながらやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃあ、またな。